い、こんにちは、ドウンです。何のお店なんだろうと思ったらシュークリーム屋さんでした。めちゃめちゃ混んでるっていう。まあ今日土曜日なんでね、普段僕土曜日出ないんですけど、ちょっと脱毛いかんとっていうのと、体育前にちょっとやらなきゃいけないことがいっぱいあったんで、とりあえずあの来てます。土曜日なら珍しく出てます。はい、まあ地元だからね、地元とかも家のすぐ近くやけん。ショックだったな、徒歩5分の距離を走れなかった。俺走りきらなかった。マジ体力の衰え感じたんで、自転車買おうみたいな。自転車っつってもあの電動っていうか電動アシスト付き自転車でひよってるんですよ。ね、福岡昨日マジで家の上とかすっげーギリギリ飛んでったから、すごーと思って。いやーね、まあ本当地元にな、本当めちゃめちゃ地元になったなっていうか、もう家買ったしね、買ってもらったしね。あ、ねじけじゃん。そう、友達の葉山くんがねじけすげえ好きで、ここで飲んだわ。あの時間、ここ初だな多分。福岡移住してくるきっかけくれた店かな。本当ねじけ久しぶり行きたいな。ねじけ食べたい、確かに。あ、開いてる？けど俺ね、今日家に結構物があるんでいいやって。そう、昨日買ってそこで昼と夜で。で、まあ昨日ちょっと炭が炊けなかったのでうまく炭が作れなかったからしょうがないんで、あの保険でバーナーを買いに行くっていう。そう、今日寒かったな。最近あったかかったり寒かったりで、本当なんか体調があれやけど、本当ねこんな感じですね。でも落ち着く、大名マジで裏腹チックな感じがすげえ好き。あ、見えてきた。昨日下見したんだ、キャンプ用品とこ。そう、わ、おしゃれ。そう、行ってみたいな。これ僕あんま外食しないんですよね、本当。いや、なんでって、まあ家にだっていろいろあるから別に行く必要がねえっていうのと、うちのお師匠さんあのレシピ作れちゃう人なんで、お師匠さんが作ってくれた方が居酒屋より全然うまいしみたいな。なんだったら居酒屋でできないような話しか最近出てないっていうところで。お、ゾロ目見っけ。お、ゾロ目見合いもいる。わ、かっけえ。ベルファイダー、アルファだ、いいね。ということでお買い物行ってきます。じゃあねー。